えっとですね、皆さん、こんにちは。え、まあ、時間の方はね、結構、これ、遅くに収録してるんですけども、え、これ、YouTube、UGB チャンネルというチャンネルでえ放送してるんですけども、え、今回はですね、え、一応、内部の方、 向けの動画となっておりますただね、あの外部の方もね、どんなふうにあのアンダーグラウンドプロモーション、えこの YouTubeUGP チャンネルっていうのを運営しているサークルが、アンダーグラウンドプロモーションというサークルなんですけども、えー、このサークルが一体どのように活動しているかっていうことを、えー、今回は、えー、皆さんに、えー、伝えながら、えーえー 解説していきたいと思います、えーと。そもそもですね、このアンダーグランドプロモーションとは何なのかというところから、えー、話をしていこうと思います。えー、私、この YouTubeUGP チャンネルのチャンネル局長をやっておりますが、このアンダーグランドプロモーションで一応代表という形で、えー、指揮を取らせていただいております。ただね、この代表というのがね、なかなかね、難しい扱いでして、も、えと、ー、よりこのアンダーグランドプロモーションっていう、えー、コミュニティっていうのは、 えー、目的としては、えーまあ、こうインターネットを介して、えー、創作者同士の、えー、出会いの場を作る、えー、要はマッチングサイトというかマッチングコミュニティとなっておりますただし、えー、他のマッチングコミュニティとちょっと違う点というのは基本的にはマッチングはさせるんですけども、えー、作品などをこう作った際は一応名義としてアンダーグラウンドプロモーションという、えー、この名義 で、えー、作品発表を行います当然このアンダーグランドプロモーションの中に、えー、派生ブランドがあってその名前があったりとかまた、えー、アンダーグランドプロモーションのっていう名義で作品は作るけどもスタッフロールにはちゃんと皆さんの名前が載るという形にはなっておりますはいで、えー、まあその作るものに関して、えー まあどこから説明していくかっていうのはちょっとなんか難しいんですけども、まず、じゃえ組織の方がどうなってるのかっていう点をちょっとお話しさせていただきたいと思います。えっとですね、僕のいるのは運営執行部というえアンダーグランドプロモーションの、まあ、意思決定機関と呼ばれている部署になります。どのようなことをしているかというとですね、まあ、このようにたくさんのメンバーさんが活動していると当然ながら、その、 人が集まるところでは、えー、ルールが必要になってきます。えー、活動に関するルールです。えー、当然、えー、例えば、えー、まあうちでは一応しょそう 総登録者数がだいたい300人近くいるんですが、まあ、実質活動しているメンバーというのはだいまあ30から60ぐらい今いればいい方なんですけども,、えー、もうそうなってくると当然、えー、それぞれ考えることが全く違います、えー、思い方考え方というのは違います当然思い方とか考え方が違えば、えー その協調性という部分で、えー、妥協点を、えー、見つけて活動していかなければなりません。でその妥協点の指標となるのが、えー、ルール作りでございます。えー、当然、これは例えば、えーまあ、皆さんは当然、えー、それぞれ、えー、国ですね。えー、例えば、日本だったり、中国だったり、韓国、でいろんな国で暮らしています。でその暮らしている中で、当然、そこには、えー、ルールがございます。でこのののルルールを作っているのってていいるうのはまあ 祭をする政治家であるだとかっていうことですね。なので、アンダーグランドプロモーションの中の運営執行部とは、国の中のごとをする機関、政府という扱いで構わないと思います。この中のルール決めをするというのが、この運営執行部のお仕事になります。 活動しやすいルールを統一する。で、そのルールの決め方っていうのに関してですが、えー、一応、えー、この、アンダーグラウンドプロモーション運営執行部というのは、私を中心に、大体今現在、4名から5名ぐらいの方が運営執行部に携わっています。えー、私が、えー、一応扱いとしては代表と呼ばれていますが、基本的には理事長というのが正式名称でございます。 えー、理事長の下には理事、えー、副代表が2人おります。えー、これが現在では水島、えー、木下の2名でございます。でその下にまあ一応秘書だったりとかっていうのがまあいたりとかします。えー、現状では、えー、名ばかりで一応大家というのがいますが、えー、ちょっと、えー、最近休養の方に入ってしまったので、えー、現在空席という形に現状ではなっております。えー、っとですねまあ えー、この代表、まあ、代表と呼ばせていただきますけれども、代表と副代表、えーもしえー、それから運営執行部の面々でルール決めをしていく、でこのルール決めっていうのは、えー、あくまでも皆さんから寄せられた意見などを元ととして、えー、話し合いを運営執行部でした結果、えー、決定をしております。 えー、もちろん、えー、運営執行部発信の意見というのももちろんありますただこれは、えー、例えば、えー、じ,ゃじゃあ代表がこう思うからもうこうしようというわけでは えー、ありません一応、その代表がこう思うでもそうですし、水島君がこう思う、えー、木下さんがこう思うでもそうなんですけども、まあ、その運営執行部の間では話し合いがされます。でね、ここでね、その運営執行部の中で、その話し合いが行われて、えー、勝手にルール決められるなんてもうごめんだぜっていうね、えー、見方をされている方は、えー、僕らもメンバーなんだから、少しは意見さ、意見ぐらいさせてくれよと。 えー、そういう方々もいらっしゃると思うんですけども、えー、このアンダーグラウンドプロモーションの運営執行部に対して、そのルールなどの意見などをその求める場合っていうのは、一応 Discord の方に、えー、スペシャルサポートオフィスかなスペ,スペシャルサポートデスクかなまあそういう、えー、テキストチャットがございます、えー。お問い合わせのようなテキストチャットがございますので、そちらの方で、えー、書いていただくということになります。 まあそのただ、その一個人の意見っていうのはもちろんこれ、先ほど申し上げたとおり、もちろん偏りがございますので、当然、それは一度こちらで受け止めさせてもらいますが、その上でこちらで一度話し合いをして決定します。もちろん、例えばとある意見があれば、その意見に反対する者もいる。 ということで、えー、意見が一つにまとまることというのは基本的にはありません。で、その最終意思決定機関として存在しているのが運営執行部であり、えー、運営執行部の、えー、最終意思決定というのを行うのはあくまでも代表ということになります。 ただ、えー、私は最終決定は行いますけれども、例えばの話、えー、最終的に運営執行部の、えー、話し合いが行われて、えー、例えば、じゃあ、その出席者が木下、えー、そして水島と僕こうさ、例えば3人であった場合、例えば僕がご利用しよ,うこうしようとしても、例えば木下さんと水島君が、いや、それはできないよとか、それはダメだよとか、 ちょっと代表それやりすぎじゃないのみたいな話が2人から出た場合はこれ当然、えー、多数決ではございませんけども、えー、例えば代表がご利用しするみたいなことはできません。はい なので、代表が UGP の中で勝手にルールを決めて独裁しているみたいな意見、今のところないですけども、そういうふうに誤解されている方っていうのもいると思いますけども、うちはあくまでも話し合いの末で決めている、そして当然、団員さんにも意見するっていう場所はしっかり与えている、ただそれを知らない方が多い。 で運営執行部っていうのに、このアンダーグラウンドプロモーションの面々が、ちょっと立候補したいえ、入りたいよっていう場合、えー、アンダーグラウンドプロモーション運営執行部は、えー、現状の場合は、えー、ハンドルネームでの活動というのが認められていません。えー、例えば、僕であれば鈴木、えー、木下、三島のように本名登録となっております。えー、インターネットでの、えー、活動をという、えー、位置づけには一応なってはおりますが、 インターネットでの活動という認識ではなくあくまでもインターネットを中心にもちろんプライベート皆さんの言い方で言えばリアルというのも活動としてつなげていく集団になれればということで考えておりますので一種の社会人サークル学生サークルの派生延長線上またそこにまあ こう基本非営利という言い方をしてますが、これ基本的非営利ですので、えー、営利目的の活動というのもまあ行ってはおるわけです。はいえーまあ、運営執行部、それから、えー、運営執行部の下に当然企画制作、えー、総務という2つの部署があります。えー、まず総務というのは、えー、人事、広報、営業などのこう、えー、例えば UGP の作品宣伝とか まあ人集めだとかっていう雑務全般、要は運営執行部のえお手伝いというのがえ総務の役割になります。この総務に関しては現状はえ本名登録などの必要は現時点ではないという扱いで運営執行部のお手伝いをしております。こちらの方もえ随時メンバーさんの立候補等をお待ちしておりますので、こちらもえどうぞという形で。 えーとですね、また制作部の方ですけども、えー、企画制作部、えー、これが基本的には、えー、UGP の中にある、えー、いわゆる同人サークルという形になりますで企画制作部の中に例えばゲームを作るグループだとか、えー、またそのボイスドラマ、えー、動画、まあ 音楽ですねいろんな、えー、企画を作るグループがございますで。これ企画制作部で1本作品を作るとか UGP で作品1本作るというイメージではなくあくまでこの UGP 創作コミュニティの中にいる人たちが、えー、作品制作を、えー、チームを作って行うというのが、えー、我々の、えー、活動になります。なので、えー、コミュニティというのに入った時点では、えー、活動はございません。 入るだけだったら活動はもう交流しているだけという形になります。なので当然運営の目的としては、えー、人と人とのマッチングというところに重点を置いているので、えー、メンバーさんが例えば、えー、アクティブじゃない、えー、活動していない登録しただけで終わってしまっているという、えー、ことに関しては、えー、問題ないということになっております。 あのよくね、あのメンバーさん、じ人普通だから片付けましょうよとか、えー、幽霊多くないですかっていう声が団員さんから聞こえてくるんですけども、あのあくまでアンダーグランドプロモーションっていうのは表向きは、えー、創作コミュニティですので、まあ、登録しただけでね、あのー、利用していないっていう人がいても、現時点では何の問題も、えー、運営執行部としてはないわけです。ただ、やはりね、あのー、利用者だか利用者じゃないだか分からないラインっていうのを、いつまでも置いてい。 ている点っていうのはどうなんだっていうのが、まあまあよく言われるところなんですけども、えー、っとですね、このメンバーさん。 えー、要は幽霊メンバーさんを削除するラインっていうのは、まあ、今までも削除はしてきてるんですけども一応今現時点で使ってるこの SNS 今皆さんの画面見てもらえばわかるんですけどこの SNSpeople さん、えー、現在メンバーの方が、えー、284人いると思うんですけどもこのコミュニティこの SNS っていうのは無料でレンタルしている限りその SNS 内に入れるメンバーが全部で1000人なんですよねでこの1000人っていう ラインえー、この1000人っていうラインをもし超えてくるメンバーが1000人超えてくるようであればその幽霊団員から削除していくっていう方向でおります。要は1001人から、えー、1001人になった場合一番そのログイン率の悪いメンバーとかあの反応の薄いそのレスポンスのないメンバーから削除していくという方向でいます。 でえー、現時点では制作部のリーダーが一応古澤さん、えー、総務部は裕斗君ということになってますけども、あのーまああのー、<laughs> まあ2人ともなかなかちょっとお忙しいようで反応が現時点ではあまりないということも、えー、困っておると思うんですけどもはい。 でまあ、ざっとそんな感じですね。で、えー、UGP、えー、現時点でどのような取り組みをしているかっていう点ですけども、まあ、基本的には制作に関しては YouTube の方で、YouTube、UGP チャンネル、今、えー、皆さんご覧になっているチャンネルなんですけども、えー、こちらの方で、えー、まあ、動画を公開しております。で、この動画の方が、あのー、 ほとんどの場合、えー、木下さんと僕と、まあ、たまに古沢さんという形で現時点で、ね、回ってて、1日1本投稿ペースというのを守り続けているわけなんですけども、まあ、当然、その2人、3人でやっているので、クオリティというものがついてきません、えー。実際ね、これだけのメンバーさんいるので、ぜひね、この動画を見ている内部の方、えー、またね、この動画を見ている外部の方でね、うちのチャンネル手伝いたいよという方いましたらね、えー、コメント等とか、また、えー、メンバーの方はディスコート等でね、立候補していただければ、 えー、うちのチャンネルに次から次へと動画を、えー、上げていこうという、えー、ことになりますね。はい でこの YouTubeUGP チャンネルというチャンネルですけど、現時点、えー、今の時点で、えー、チャンネル登録者が大体640人、635人かな、えーまあ、そのぐらいになります。えー、っとですね、よくね、収入の話をされるんですけども、えー、YouTube に関してはね、現時点ではね、収入はございません。というのも、えー、YouTube のシステムが2018年の2月から、えー、変わりましたので、えー、チャンネル登録者1000人にいかないと、えー、収入というものはどのチャンネルでもないわけです。えー、で、なおかつ 1000人かつ過去再生時間が4000だったかな4000だか8000だかちょっと忘れましたけども、えー、そのぐらいのね時間の再生数が過去ないと、えー、当然収入には結びつかないとで結びついたとしてもまあ大体年間で1万円いけばいいのかなっていうぐらいのラインでしか、えー、ないっていう形なので,、はい、で一応これら、えー、YouTube での収益っていうのが出た場合、えー、団体の活動 として当て当られます例えば、えーまあ、サイトのドメイン代とかサーバー代、また、y o u t u b e u g p チャンネルのプレゼント企画であったりとか、また UGP で催されるオフ会企画などの費用だとか、まあ、いろんなことに使います。でこの,、えー、費,用の費用というか、まあえー、経費、使い方というものに関しては、一応運営執行部、えー プラス制作、えー、部と、えー、総務の、えー、お,さとおさが集まった全体会議によって決められるというのが、えー、現時点での常にでございます、まあ、YouTuber も収益として見込めないので、えーまあ、昨年の夏ぐらいから一応 UGP オンラインショップというのがオープンしましたでオンラインショップの方は、えー、商品を、えーまあ 基本的には内部の人、また、えー、外部の人でも商品を置きたいという方いましたら、えー、言っていただければ置きますで、えー。収益の話になりますけども、あの一応あの物品に関しては、えー、送料とかその振込手数料、えー、プラス、えー、商品の、えー、販売代金というのを足した額を、えーまあ、一応その 出品したい方に聞いて、例えばその送料と、えー、商品代金とまあその振込手数料みたいなのも足して、大体このぐらいはいただきたいですよっていうのが、じゃあとあったとします。じゃあアクセサリー1個売って、じゃあ、まあ、送料も全部足してまあ2500円ぐらいで売りたいなっていうのがあったとします。そうすると、えー、この オンラインショップ側は、一応その収益を出さないといけませんので、一応2割ここに載せた形、大体2割ですね。なので2500円なので、例えばえまあ500円ぐらいを上乗せした3000円ということで、オンラインショップの方では表示させていただいています。これ、売上があった場合は、当然、これ送料とかすべて、この出品者負担にはなりますけども、手数料が2割という形で、 でこの手数料の行き先は、まあ、基本的には UGP の活動費ということに回します。ただ、えー、まあそのこのオンラインショップだったり、えー、のメール対応とか、入金対応とか、いろいろ対応されているスタッフというのがいますので、えー、ゆくゆくはこの方にもお給料を支払いして、<laughs> UGP オンラインショップをより強固なものにしていきたいと考えております。でまあ、そのデジタルコンテンツというところに関しては、えー これは、えー、どうして、えー、大体、商品の、これ逆に20%ぐらいしか利益がもらえません。だから100円のものが1回ダウンロードされると20円とか30円だったと思います。えー、まあ、まあ、そんな感じです。で、ちなみに、えー、まあ、振り込み このしその収入の受け取りですけども、出品者は収入の受け取りというものを拒否することもできます。で受け取る場合は、UGP 専用の個人情報登録フォームというのが出品者には公開されますので、そちらの方で個人情報をお預かりすることになります。でこの個人情報というのは運営執行部で、 大切に扱うので、まあ、口座番号だったり、名前だったりというのは、まあその預からせていただくことになりますけどもまあ、そこら辺はご安心ください。と。ただ、どうしてもね。あのお金はお金っていうか、まあ収入は受け取りたいんだけども、住所とかは明かしたくないなっていう方に関しては、えー、まあ、一応相談の上でね。あのギフトカードなどとしてお支払いするということも可能です。 まあ大体そんな感じですかね。現状で言えるのはそんな感じです。なので皆さんね、この内部の方にぜひ協力してほしいのは、この YouTube UGP チャンネルというチャンネルに動画を提供してくださること、えー、もう一つはその UGP オンラインショップというところで、まあ、その商品を提供してくださることも2点です。 で今日はね、ちょっと SNS の方、えー、ちょっと長くなりますけど、見ます。えー、とこういういこれはね、うちのメンバーさんしか入れない UGP 創作コミュニティ SNS になります。えー、この SNS はですね、えー、お知らせ掲示板というのがここにありまして、このお知らせ掲示板にいろんなものがあります。例えば、梅市工房のお知らせ、えー、2018年度 UGP、えー、役員募集とか、いろいろザーっとお知らせが一番上に表示されます。 で、その他ね、えー、こういうところにコミュニティって言って、えー、これ皆さんあまり、えー、使わないんですけども、例えば、えー、まあ、UGP 交流会 SNS、まあ、何も書いてないんですけども、こういう交流 SNS っていうのがあって、例えば、えー、UGP 交流会の場をスカイプからこちらの、ね、SNS チャットルーム機能の窓にお引っ越しするテストコミュニティです。これね、チャットがあったんですけど、なかなか皆さん使ってないんですね。こうやってコミュニティを押すとね、コミュニティっていうのはいろいろ入るんですよ。 だからね皆さんがねこのコミュニティ機能を利用すればもっと例えば企画が見やすくなったりとか、うんえー、もっとねあのー、活動がしやすくなると思うんですけどなかなか定着しない、えー、ぜひ、ね、SNS をね活用していただきたいというふうに代表のお願いとしてありますで、えー、一応こう最新ログインメンバーがこういうふうに見えていたりとかまたメッセージボードこれツイッターのつぶやき機能のようなものですけども今諸星中尾さんとか、えーまあ、超人さんとかいろんな人がこうつぶやいていますでここもね当然ツイッターのよう にね、140文字かな137文字気軽に一言言ってみようということでねつぶやくことができますまあこれは一応まあ一応日,日記を書いたりとかね、えー、まあアルバム機能でイラストをアップしたりとかまあ Wiki 今使ってないですけど Wiki でなんかデータを、えー、いろいろねえ入れたりとかまあいろいろありますスケジュールとかお気に入りとかレビューとか足ア跡アとかメールとか あのこの SNS 内でメールを送ることもできます。UGP は基本的にこのグループ SNS というのは、えー、入団の際にグループ SNS ディスコードには最低登録していただいて、えー、プラスしてスカイプを利用しております。えー、昔は、ね、スカイプというのを、ね、基本的にはスカイプで連絡を取り合っていたんですけどもどうしても、ね、スカイプだと、えーまあ、こうグループで活動するにあたってグルチャっていうのが、まあ グループチャットというのがあるんですけども、やっぱりグループチャットが重くなるとか、その、いろいろね <laughs>、あの、問題があって、だったらもうこれ、いっそディスコードっていう、そのグループで元より管理する、そのスカイプのようなもので、あの、やった方がいいんじゃないのっていう、一度その、このディスコードを挟む前にスラックっていう似たようなものがあったんですけども、まあ結局はこのディスコードっていうのに現状落ち着いてます。ただ、ディスコードっていうのも、またその、 あのテキストチャットの名前があのローマ字とかになってしまっているのでちょっと見にくいでローマ字でなおかつ英語表記なのでちょっと英語苦手だなっていう方にとってはなんじゃこれと、うん、そんな難しい、ね、英語は使ってないのでよく読めばわかるんですけども いやもう英語見るだけで気持ち悪いよぐらいのレベルの人からするとちょっと使いづらいなっていうのはあるのかもしれないですでも本当にね小学生でもわかるような英語しか使っていないのでよくよく考えればそんな難しくもないですしそのテキストチャットをクリックしてもらえば上の方にしあの親切ご丁寧にですねあのそのテキストチャットがどういう目的で使われるのかっていうのが日本語でちゃんと記されているのでその使い そのちょっと皆さんがねめんどくさいけども使ってみようっていう気さえ起こせばとっても使いやすいと僕は思いますはいまああのー 現状でね、あのー、参加しているメンバーさんというのは現状ちょっと、まあ、少なくなってはきていますが、えー、私もねまだこのアンダーグラウンドプロモーションを、ね、より良くしたいという気持ちに関してはまだ、えー、途切れてはおりませんのでもし、えー、皆さんがですね 今後、アンダーグラウンドプロモーション、もっと良くなる、アンダーグラウンドプロモーションで頑張ってみようっていう気があれば、ぜひ頑張っていただければと思います。えー、必ず、えー、皆さんの努力が報われるような、えー、チーム作り、組織作りっていうのをしておきます。もちろん、そのファンの皆さんにもそこら辺は還元していきたいと思います。その上でね、応援してくださる方は、えー、よろしくお願いします。 えっとですね、ライブの方、外部の方、見ていらっしゃると思いますが、えー、この動画見た方、えー、まだこのチャンネルをチャンネル登録していない方は、ぜひ、えー、チャンネル登録をしていただきたいと思います。えー、まあ <laughs>、よろしくお願いしますということで、はい。えー、代表、鈴木、えー、または、えー、UGP チャンネル局長のトミーでした。はい。ありがとうございました。